日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷大井松大井松は、岡山県倉敷市倉敷地区にある地域である。旧大、高村の北東部と旧万寿村の南西の一部からなる。現在の大井松小学校区に相当する。倉敷市中心市街地西部にあたるエリアであり、市街地と西部郊外の間に位置する。そのため、郊外と中心地を結ぶ。 幹線道路ができ、立地の良さから、店舗、企業、宅地が、数多く立地し、農地は激減した。人口が多く、現在も人口は増大している。倉敷競馬場跡地は1、岡山県立倉敷工業高等学校、2、倉敷市立を今つ小学校などになっている。1丁目から5丁目からなる。山陽本線倉敷駅西方近くにあり、1丁目が、 山陽本線北部、残りは南部になる。旧国道2号が東西に走り、市街化、宅地化しているエリアである。天正年間に、浮北秀家が日型化した海を観拓し開墾された、新田地域として誕生。久保屋郡渋江村と呼ばれるようになった。江戸時代になると、江戸幕府の直轄領地となる。現長年には、備前岡山藩池田氏の領分に変わる。 池田氏は渋江村南部を新たに干拓し、新田を開発、小渋港村とした。両村の国高は合わせて1,105国級と発祥であった。1880年、西隣の田上村と合併し、老松村となる。村名は、現在の老松一丁目に鎮座する渋江八幡神社の境内にしかにも読まれた小松があり、これに由来する。 1880年に、白楽市村ほかと合併し足高村。1901年には、大高村を経て1959年4月1日に、倉敷町。翌年4月1日に、倉敷市となる。1967年2月1日には、新しい倉敷市となり、現在に至っている。近代には、現在の4丁目に、倉敷競馬場があった。その後、廃止となり、 現在は、岡山県立倉敷工業高等学校や、倉敷市立大松小学校、幼稚園などとなっている。倉敷中心市街地西方の郊外にあたる地域。大松町、白楽町の西側で、大松エリアの生誕に位置する。江戸時代、現那年間に、岡山藩主池田氏が日が化した海を干拓、神殿を開発して、久保屋郡、田上村と称した。 半分十二年に、岡山新田藩が立藩されると、同藩池田氏の領分となる。国高は614国3と2章であった。明治になると、東隣の渋江村と合併し追い松村、その後は足高村、大高村、倉敷町、倉敷市と変遷し、新しい倉敷市となって、現在に至っている。中心市街地に近い郊外であることから、宅地化が進展。 また近年は、大型の幹線道路が地域内に造成されたことにより、ロードサイド型の商店も大幅に増加、郊外型の市街地と変貌した。人口も大幅に増加しており、団地も造成され、新たに田上新町の大技も設けられた。倉敷中心市街地の南部に位置する。北部の一部は、天正年間に岡山城主、 ウッキタ氏が干潟を干拓してできた土地で、久保屋郡白楽志村と称していたが、南部の大部分は江戸時代初期の開発による新田地帯である。慶長5年、徳川幕府領となり、元奈元年に岡山藩主池田氏母領分となる。ついで漢文12年、鴨形藩立藩により、鴨形池田氏の領分に変わる。また、 これまでの間に、浮っ市開墾の土地の南部に新たに神殿を開発している。南部の新しい土地は西側を西中新田村、東側を東中新田村と称していたが、上京2年に,に村を合わせて白楽市新田村とする。幕末の国高は、白楽市村は938国一都7省であった。明治になり、1880年に白楽市新田村が、 西中新井田村と解消し、1889年6月1日に、白楽市村、西中新井田村、笹沖村、吉岡村が合併し、足高村を新設。1901年には足高村と大市村が合併し、大高村、さらに1927年に、倉敷町、万寿村、大高村が合併し、新しい倉敷町を新設。翌年には、 倉敷市となる。その際に大技となっていた白楽市を白楽町に改称した。その後、1967年に新しい倉敷市となり、現在に至る。地名の由来は、日田開発後、当地で牛馬の取引をする恵比寿市が開かれていた。そのため各地から暴露が集まったため、白楽市という尊名になった。その名残りとして、市場という障子も残る。 なお、西中にイ田は現在は、大高のエリアとなっている。倉敷市駅西北に位置する。JR 白尾線が大きく曲がっている地点にあたる。岩見町は、旧千堀公園の南接地区である。天正年間に、岡山城主、浮多秀家の家臣、おう前守が監督して、神殿を開発、久保屋郡日吉小村とした。慶長年月、原の戦いで、 ウキタ氏が敗北すると、徳川幕府領となる。現那3年になると、旗本長谷川氏の事業所の所領となる。当地には金板書が設置された。慶長年間にはさらに神殿開発が行われ、幕末期には556国9と4章の国高を記録されている。1889年6月1日、久保屋郡八王子村などの周辺6村と合併し、 万寿村となり、道村の大技日吉となる。その後、倉敷町への編入を経て、倉敷市となると、日吉町と海啷、また一部を岩見町として分離する。後に、新しい倉敷市となり、現在に至る。現在は、倉敷駅や中心市街地に近いことから農地が、次第に宅地化され、住宅街となっている倉敷中心市街地西部にあたり、 追松エリアの東端に位置する。元は旧倉敷村域である。倉敷中心市街地の南西端に位置し、倉敷用水の西側、前述の川西町の南側にあたる。元は旧倉敷村域。平成24年9月末現在。全域が倉敷郵便局管区。全域が倉敷市立追松小学校区。 全域が、倉敷市立西中学校区。ありがとうございます。